27歳男です。お前童貞だろって言われた時に何かうまい返し方ってないですかね。向きによって違うわって返したら本当に童貞みたいなのでいい方法、いい返し方があれば教えてほしいです。ございます。あ、知ってました？皆さん。童貞を何歳に卒業するかっていうのは、実は遺伝子で決まってるんですよ。童貞遺伝子なる遺伝子がございまして、この童貞遺伝子がどういう状態にあるのかによって、実は僕らが童貞を何歳に卒業するのかってことは、だいぶ決まるんですよ。もちろん人間関係とか周りにね、童貞卒業が早い人とかが、いたら、早くなる可能性はあるんですけど、人間関係の影響もあるんですが、人間関係の次に大きな影響というのは遺伝子なんです。だから生まれた瞬間に自分がいつ童貞を卒業するのかってのは決まってるから、別に仮に自分が童貞だろうと童貞じゃなかろうと、そんなのは遺伝子に聞いてくれた話なんで関係ねえと、はい、いうことですね。あとはもう一個ね、実は童貞卒業の期間を遅くする因子ってのがあります。これは何かというと頭の良さです。実はね、頭がいい人、IQ が高い人とか頭のいい人っていうのは童貞卒業年数が遅くなるっていう研究が実は出てるんですよ。そう、つまり頭のいい人ほど童貞卒業しない、バカほどとっとと童貞卒業する。だからね、童貞早く卒業したって自慢するんだったら、お前自分がバカだよっていう風に言ってるようなもんだけど大丈夫みたいな。うん。あと、童貞卒業するのは遅い、早いからだって全然自慢できないよ。だって遺伝子だからみたいな。はい。っていう風に、相手に言われたバカにすることに対して、周りが、へーって思うような知識で返すっていうのが一番いいやり方です。僕もね、バカにされるときは知識で返すんですよ。こうすると、バカにしてるやつがもっとバカに見えるんですよ。あ、お前童貞だろって言ってるやつに対して、あ、でもね、あれなんだよ、オックスフォード大学の研究によると、童貞といえばね、面白い研究があって、童貞遺伝子ってのがあってさ、それによって童貞卒業の 25% が決まるって言われてるんだよ、言われてると周りが、へぇ、遺伝子で決まるんだって言ったら、その、お前童貞って言ったやつ、みたいな、になるので、はい、これがいいやり方です。はい。切り抜き、いかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね。の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それでは、バイバイ。